平戸城平戸藩は、非善国松浦軍と彼稲軍の一部、及び、一岐国を領した藩。藩長は、平戸城。現在の長崎県北部の豪族だった松浦島より、台頭した松浦隆信は、非善北部及び、壱を進む戦国大名となった。その子の重信は、天正十五年、豊臣秀吉の九州勢抜の折、丘陵である、北松浦軍。 息を安堵された。続いて、慶長5年、関ヶ原の戦いで東軍に組みした松浦氏は、徳川家康より6万3000国の所領を安堵され、平戸藩が確立した。四代重信は、重帝の信貞に、今福良1500国を分治した。重信の治世の寛永18年、オランダ将官が平戸から長崎に移される。幕府は、例外措置として、 それまで抗議御領の縁国武行支配地にしか認められていなかった糸ワップ制度に平戸商人が参加することを許したものの犯罪制は大きな痛手をこむることとなった。以後は藩の内政を立て直すべく検知を行い、脳、量、省の振興を推進して犯罪制の基礎を固めた。状況4年には家臣の給与制度を改革し、治療制から俸禄制へと切り替えた。 古代藩主胸は、元禄二年、弟のまさに一万国を分与し、平戸神殿藩が立藩した。胸は、戸様大名でありながら創社版検事者奉行に、累進した。しかしこれに伴う出費と、法永四年の平戸城裁建により、犯罪性は困窮するに至った。旧大臣は、平戸藩で最大となる、完成の改革を、断行。 国元、江戸の政治と財務の大幅な組織改革を行った。生山は、全278巻に及ぶ、随筆集、講師阿波を表したことで広く知られる。娘の愛子は、明治天皇の祖母、十二代戦の時代に幕末を迎える。第二次長州征伐の後、反論は、倒幕に傾斜し、慶応四年母親戦争勃発直後、官軍法への参加を明確にした。 同時に、軍政改革により、様式の重部隊を編成し、欧州へと転戦した。明治4年、廃藩地県により藩領は平戸県となった後、長崎県に編入された。藩主家は家族に列した。明治17年、松浦家は伯爵を除釈された。 とざま6万3200国6万1700国5万1700国6万1700国1870年に編入された平戸神殿藩の領地も含むありがとうございます。